セント・ジョーンズ大学。セント・ジョーンズ大学。英語、ショートトンジョーンズ・ユニバーシティは、米国ニューヨーク州ニューヨーク市クイーンズ区に本部を置く、アメリカが衆国の私立大学である。1870年に設置された。2017から2018年度に在籍する学生は、学部生16,766人、大学院生4,580人。 合計2万1346人である。メインキャンパスは、クイーンズク・ジャマイカにあり、進学、哲学、教育、経済、ビジネス、法律、薬学、科学、物理学、心理学、コンピューターサイエンス、リスクマネジメント、リベラルアーツ、メディカルテクノロジーなどの学部を要する、総合大学である。キャンパスは、メインキャンパスのほか、マンハッタン、スタテン島、 オークデール、また、イタリアのローマ、フランスのパリに所在する。セント・ジョーンズ大学は1870年に、カトリックの男子修道会であるラザリスト、宣教会により、ブルックリンにおいて、ショートトン、ジョンズ・カレッジとして創設された。ブロンクスにある、フォーダム大学も1841年にショートトン、ジョンズ・カレッジとして設立され、1905年に、フォーダム大学に改称されている。 2001年にローアーマンハッタンにあるリスクマネジメント研究及び教育で知られるをカレッジに組織編入した。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件のワールドトレードセンターの悲劇の際には現場からほど近いこのマンハッタンキャンパスは救助の他に使用された。学士、修士、博士課程がそれぞれあり在籍している2万人以上もの学生には 哲学、リベラルアーツ、薬学、情報工学、グラフィックデザイン、教育、法律、ビジネススクールや、ロースクールなどの100以上にわたるプログラムが用意されている。卒業生には、ヒップ、ホップカルチャーを80年代に築いたランディー MC のダリル・マクダニエルズ、2011年のビルボード200にて、初登場1位を記録した J コール。 ニューヨーク州知事を1975年から1982年まで勤めたヒューエル・ケアリー、1983年から1994年まで勤めたマリオクオモなど20年間にわたる二人のニューヨーク州知事を輩出した。また、マリオクオモの子供であるアンドリュークオモがデビッド・パターソンの後を引き継ぎ、第56代ニューヨーク州知事に選ばれた。さらに、 第30代アメリカ合衆国省務長官を務めた、ロン・ブラウン、第26代アメリカ証券取引委員会委員長を歴任し、在任中に上場企業会計改革及び投資家保護法、パブリックカンパニーアカウンティング、リフォームインベスタープリテクションアクトオブ2002、サーベンスオーク3法、SOX 法の制定に尽力した、ハーベイ・ピットなどがいる。 2011年度版の US ニュースワールドレポートで全米の総合大学の中で大学でティアー1に位置づけられる評価を受け大学院の薬学が全米61位教育学が74位ロースクールが72位ビジネススクールがベストビジネススクールに選ばれた2016年度版の US ニュース ワールドレポートでは、ロースクールが82位にランクインした。2017年度版の US ニュースワールドレポートでは、会計学、税法のオンライン大学院プログラムが全米35位、教育学が22位にランクインした。2017年から2018年のインシュアランスリスクマネジメント部門では、全米2位にランクインした。スポーツは、シンシンナティ大学、 ジョージタウン大学、ノートルダム大学、ラトガース大学、シートンホール大学、シラキューズ大学等の17ビッグイースト、全米大学体育協会のディビジョン I に所属。しかし、2013年に、キュービッグイーストカンファレンスは、ビッグイーストカンファレンスと、アメリカガスレチックカンファレンスの2に分裂した。セントジョーンズ大学は、ジョージタウン大学、シートンホール大学、 ビラノバ大学らのカトリックセブンと共にビッグ・イーストカンファレンスに残っ。バトラー大学、クレイトン大学、ゼイビア大学が新たに参加し、新しいビッグ・イーストカンファレンスは10大学から組織される。1952年にはバスケットボールチームが3月の協乱と呼ばれ、全米から選ばれた68校による NCAA トーナメントでカンザス大学に次いで準優勝。 1985年にはこの年の準優勝校であるジョージタウン大学に敗れたもののファイナル4となるベスト4入りを遂げている。は、全米第7位となる27回2016から2017シーズンまでの NCAA の試合勝ち数は米9位となる通算1817勝を挙げる大学バスケットボールチーム名門校である。 全米大学バスケットボールの招待大会であり、大学バスケのポストシーズンの大会として、親しまれている、ナショナルインビテーショントーナメントでは1943年、1944年、1959年、1965年、1989年に優勝し、準優勝は3回を数える。 ナショナルインビテーショントーナメントの優勝回数は全米1位となる5回である。卒業生には1984年のロス五輪、1992年のバルセロナ五輪の金メダリストであるクリス・マリン、またマーク・ジャクソンなどがおり、北米のプロバスケットチームリーグである NBA に59人の卒生を輩出している。ニックネームはレッドストームである。 2015年度より、クリス・マリンが、男子バスケットボールブレッドストームのヘッドコーチを、務める。大学ベースボールチームも、全米競合チームであり、カレッジワールドシリーズに6回出場し、ビッグイーストカンファレンスで6度の優勝、NCAA トーナメントへの出場回数は36回、フランク・バイオーラ、ジョン・フランコ、リッチ・オーリリア、 ジョーパニックなど70人以上のプロ野球選手を排出している。サッカーチームは1996年に全米 NCAA サッカーチャンピオンシップでフロリダ国際大学を4-1で破り初優勝した。2003年には通算8度の優勝している競歩インディアナ大学に2-1で破れ NCAA サッカーチャンピオンシップで準優勝。二千一年 2008年は全米3位である。セント・ジョーンズ大学は全米 NCAA サッカーチャンピオンシップには2017年度までに19回の出場を数える。フェンシングでは2008年北京オリンピックの銀メダリストの2016年リオネジャネイロオリンピックの銀メダリスト、全米チャンピオンになったなどを輩出している。2001年にはフェンシングチームは NCAA でチーム優勝、1995年、2000年、2002年、2007年、2010年には準優勝している。個人出場では NCAA チャンピオンタイトルを通算22回獲得している。プロゴルファーに2011年にゴルフ4、大メジャー大会の一つ、全米プロゴルフ選手権で4位体につけ、 pga 参照を挙げているキーガン・ブラッドリーがいる。2010年にはコカ・コーラのインターネットでの CM として制作された2分3秒のハッピネスマシンと題される動画がクイーンズキャンパスで撮影され公開された。ヨーつベでの閲覧数は2018年で880万件を超える。カフェテリアに設置されたコカ・コーラの自動販売機と コカ・コーラの CM とは知らずにコーラを購入した学生のアメリカの学生のリアクションを収録した CM が人気になった。セント・ジョーンズ大学は6つのカレッジからなる。セント・ジョーンズ大学はニューヨーク市内にクイーンズキャンパス、マンハッタンキャンパス、スタテントーキャンパス、イタリア、ローマキャンパス、フランス、パリキャンパスを有している。メインキャンパスはニューヨーク。 マンハッタンから地下鉄でほど近いクイーンズに位置する。クイーンズキャンパスは105エーカーの敷地内に2つの野球場、サッカー陸上競技場、6棟の学生寮、アウグスティヌス図書館などの校舎を有する。キャンパス内では無線 LAN が完備され、学部生には1人1台のノートパソコンが貸し与えられる。マルチメディア設備が整った教室も100以上に及び、 インテル社のリサーチによれば、全米の大学で、ワイヤレス大学の全米トップ10のうちに数えられている。2013年に、旧来のマンハッタンキャンパスを約2億ドルで売却し、2014年に、牧文彦がデザインした、イーストビレッジの51アスタープレイスに、マンハッタンキャンパスを移転させた。マンハッタンキャンパスとクイーンズキャンパス間を循環する。 専用バスが運行されている。セント・ジョーンズ大学は、相互に大学間で可能な、編入及び単位交換プログラムを、日本の上智大学をはじめ、アイルランドのジェームズ・ジョイスを輩出した、ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン、サミュエル・ベケット、オスカー・ワイルドを輩出した、トリニティ・カレッジ、フランスのパリ大級大学など、カトリック系の大学と相互に提携してきた。 2018から2019年度には、上智大学、レスター大学をはじめとした、下記のカトリック系の大学と、単位交換プログラムを提携していい。2018から2019年度における学費は、学部税で39,690ドル、45,444ドル、大学院のロースクールでは57,080ドルであり、 また年間の大学料費は9000ドル -14000 ほどかかる。学部、大学院にかかる学費は下記の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。